はい、ということでね、慶応勇気です。まあ、今回の、ね、サブチャンネルは、まあ、慶応戦遠征民らしくね、ちょっと慶応戦のちょっと動画またかみたいになっちゃうんですけども、本格的にこの初めて1本目も確か慶応戦の動画でしたよね。まあ、今回はこの慶応戦のね、ちょっと揺れに関する動画をちょっと撮っていきます。まあ、慶応戦イコール揺れが強いとかね、まあ、慶応戦イコール汚ねえとかね、なんかいろいろなイメージ持たれる方いますが、まあ、確かに慶応戦って揺れがねすごいんですよ。なので今回ちょっと慶応戦の揺れに耐えてみようみたいな感じでね、まあ、メインチャンネルであんまやれないようなちょっとふざけたような企画もね、メインチャンネル、あ、じゃあサブチャンネルか、これはサブチャンネルでねやっていこうかなと思います。じゃあ早速やりましょうか。まあ、メインチャンネルで何回も紹介してるんですけども、まあ、京葉線で一番揺れが激しいところってね、あの北俣新町とね市川塩浜の間なんですよ。ちょうどここでも揺れますね。見ましょうか。ここもね揺れすごいんですけども、でもいつもねここ通学で通るんで、まあ、この揺れはもう大丈夫です。まあ、足をねこうやってね踏ん張っとけばね全然余裕っすよ。こんなん余裕っすか、余裕、ほらこんなん余裕、全然揺れてっけど余裕余裕余裕、あ、こんなんちょらい、全然ちょらい、ちょろいちょろい、おお揺れるね、でも全然ちょろい、余裕っすよ、うん、全然余裕だね。まあ、ということで、あのね二股支線とね分岐するところもあるんで、そこでもちょっと耐えていきましょうか。もう全然余裕っすから、あんなね放送でね揺れますのでっていうかね、あの注意みたいな感じでねなんか放送流れるんですけども、まあ、僕からしたら余裕かもしれませんね。全然大丈夫ですよ。ただ僕もねちょっとね無理なのがありまして、横須賀線の西大井と武蔵小杉の間は僕にも耐えられません。まあ、皆さんもねぜひこの揺れを耐えるみたいな京葉線でやってみてくださいね。ただもちろん人がいないところでやりましょう。もちろん今人いないんでね、あの全然人いないんでやってますけども、人がいる時にこんなようにびちゃくちゃ喋ったりしてねやったりとかね良くないのでやめましょうね。もう流れてますね。本当に揺れんの、揺れが強いのかね。まあ、じゃあ今度はこのようにね、この踏ん張ってこのままもう足を前に出さないで、もう普通にこの状態でやりましょう。もう本当にもう無防備なこの体勢でやります。さすがにこれだと持ってかれるよね。でもに持ってかれた、普通に持ってかれた、こうなっちゃった。やっぱりさすがにこの無防備な状態だとね、この持ってかれますけども、やっぱりでもこの状態なら全然いきます。さあということでね、二俣新町を発車します。まあ、二俣新町発車後もこの先揺れんのでご注意をねみたいな感じで放送が流れます。まあ、確かにこの放送は重要です。なんでかっていうと、この先がね京葉線で一番揺れる区間なんで、まあ、この高野支線とね合流する地点がすごい揺れるんですけども、本当にすごいんで座っててもうおーって持ってかれるぐらいのレベルなんで、まあ、ちょっと見てみましょう。すり革もねバンバン暴れてね、貫通扉もバン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 になりますからね、本当に揺れがすごいんで、まあ、ちょっとじゃあどうしましょう。無防備、じゃあさっきのこの体勢で、いやでもそれだとさすがに危ないかね。まあ、どうしましょう。まあ、それでやっていきましょう。高野支線が来ましたね。でここからね合流するんですけども、その時の揺れがやばいです。本当にすごいですからね。まあ、じゃあね早速、まあね、どんな体勢でしょう。これにする。でもこれだとじゃあ若干残りだけでいいですか。これで耐えましょう。さっきのでさえね持ってかれたんだから、この先のやつねそりゃ持ってかれますよ。なのでじゃあこれでいきましょう。若干のこのねずれた感じで、でもこれでも結構持ってかれますよ。本当にもうあの危険なんで、皆さんもあんま真似しない方がいいですよ。ただ今誰もいないんでやってますけども、持ってかれた。ここで持ってかれた今、今もうちょっと若干ねドアにはぶつからなかったんですけども、持ってかれた。ああ普通にすごいなこれ。京葉線怖っ。はい、ということでね、まあ、こんな感じで京葉線の恐ろしい揺れに耐えてみたでした。まあ、こんな感じでアホみたいな企画もねサブチャンネルでしかできないことなんで、まあ、今後もバカみたいなねことを鉄道を使ってやっていきたいと思います。ということでね、ぜひこのサブチャンネルね高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。
ということでね、くっせくっせ、そうなんですよ、この京葉線ね、この辺なんか超くせんだよなんか、まあ、ということでね、本日もねご視聴ありがとうございました。